はい、こんにちは、サイです。今回は物語シリーズとのコラボが決定したということで詳細見ていきたいと思います。1月4日月曜日から開催されますよと。で、ちなみに僕、この作品については全くわからないです。キャラクターはまあ、その、見たことは多少あるけども、内容とかその、キャラの名前とか全然知らないんで、まあそうですね、愛着が全然ないんでちょっとあれなんですけれども、一応まあ能力見ていきましょうか。はい、ということで、キャラクターの読み方が全然わかんないんで、僕事前にね、ウィキで全部調べてきたんで、メモ帳を見ながらちょっといきますね。はい、ということで、まずこちら、荒らぎ、暦、星8ですね。バランス、闇光、バインド、封印、スキルプラス、指プラス、無効感、7コン、3つ超え。スキルが下1列を闇に変化して、消せないバインド、カスミック5段階、復7ターンですよ。これ、煉獄の闇バージョンみたいな感じですね。ヒーロースキルが闇の全般の2倍、闇を消すと9倍、2色で軽減1コンボ加算固定1。強いかな。すごく強そうに見えるな。と思いますね。はい。だから使いやすそうですね。初学生が、暗闇プラス、お邪魔プラス、スキブプラス。強いな。はい。で、救護進化しますよと。バランスアーク、まあ、闇光、バインド、封印、スキブ4つ、7コン、10コン、闇コンボ2つ、超え。スキルは一緒かな。リーダースキルが闇全パラ 1.5 倍、2色で10倍、闇2コンボで半減の3コンボ加算。なんかあれですね。見かけをちょっとなんか意識してるような感じがしますね。これもまあそこそこ強い。まあ倍率はちょっと低めだけれども、まあ結構強そうですね。で、武器にもなりますよと。悪魔の闇で、なんとついに早くも闇コンボ強化の武器が登場してしまいましたという感じですね。で、毒2つ。で、スキルが上と下を闇に変化して、消せない場合の覚醒全回復ジュリナ。これも強いな。周回とかでも使えるし、攻略でも全然使えそうですね。まあ、星8、まあ、目玉キャラということですごくね、強い設定になってそうですね。はい、次。戦場ヶ原、ひたぎ。攻撃マシーン、これ星7ですね。ってことは星8が1体だけだから、これだけかな。交換できるのは。まあ、そういうことね。攻撃マシーンの水闇。バインド、封印、指プラス、スキブプラス、無効感、五次化強化、3つ超え。スキルが、HP50% 減少になって、一旦指単、1秒短縮、回復以外から水を3個生成、一旦ですよと。これも強いですね。リーダースキルが、水の HP2 倍、水を4個つなげると2コンボ加算、HP99% 以下で18倍受けるダメージを軽減と。まあ、倍率も結構高いし、50% にすることができればめちゃくちゃ回復出るんで、これも結構なんか強そうな雰囲気ありますね。強化性が指プラス、LG、毒プラス。で、救護進化しますよと。攻撃マシンの、水闇、バインド、封印、スキルプラス、7コン3つ、水コンボ2つ。スキルは一緒、リーダースキルが、水の攻撃が16倍、回復3倍、水2コンボで 60% 軽減の固定50万ということで、まあ、進化前、進化後で合わせると強そうかなっていう感じはしますかね。はい。で、武器になりますよと。マシンタイプ、水。で、水コンボ強化とお邪魔2つ。スキルがロック解除の水を9個生成、4ターン属性吸収無効。つえー。つえーなぁ。いいっすね。欲しいなぁ。なんか、5体ぐらい欲しいわ。でもこれガチャから出すしかないんでしょうね。多分ね。はい、次。8くじ迷い。バランス神、光光。マインド封印、スキブ、操作負荷、指プラス2個、10コンボ2個超え。スキルが一旦知恵の一旦ランダムでルーレット1個生成、12ターンですよと。スキルがバランスの HP1.5 倍、4色で3コンボ加算、9コンボで半減の16倍って感じですね。初学生がお邪魔プラス、毒プラス、LG。で、急遽進化するとバランス、神、光、キー、バインド、スキブ5個、7コン2つ、光コンボ2つ。スキルは一緒、リーダースキルが9秒固定の光の全般2倍、光2コンボで軽減8倍、2コンボ加算。あ、強いな、これも結構。使いやすそうなリーダースキルですね。なんか、ミキフレの光バージョンみたいな、そんな感じかな。はい。で、武器になりますよと。で、封印3つ。やば。このヒヨコやば。ヒヨコかな、ちょっと違ったらごめんなさい。ヒヨコと各種耐性1個ずつ。スキルは2ターン回復と指が 1.5 倍、2ターンルルトイク生成12ターンですよと。これは確保しないとまずい。まあ、まずいっていうか、一応現状代用がない武器なんで、まあ、1個は欲しいですね。なるほど。次。カンバル、スルガ。攻撃体力、みずみず。スキブプラス、封印、暗闇プラス、指プラス、50以下強化2つ、無効感2つ超え。
HP50% 減少の一旦激減、一旦水炎波 2.5 倍7ターン。あ、これ強くない？ 7 ターンで激減打てて 2.5 倍炎。これめちゃくちゃ強えな。爆発力ありますね。これさっきの戦場ヶ原ひたぎのサブにすごくいいかもしれないですね。リダースキル、9秒固定の水4個つなげると軽減、攻撃8倍、2コンボ加算、水全パラ2倍。あ、これも結構いいもんもらってんな。超過性がバインドスキルプラス7コン。なるほどね。はい、急進化すると攻撃体力悪魔がつきますよ。悪魔要素どこ？あ、後ろの影かな。水キー、スキルプラス封印、お邪魔プラス7コン2つ、攻撃キラー、水コンボ2つ。スキルは一緒、リーダースキルが水属性の攻撃16倍、回復3倍、水2コンボで 60% 軽減の2コンボ加算ですね。はい、アシャト進化しますよと。悪魔水のスキル L 字お邪魔1個。スキルは一旦回復激減、スキル使用負荷、一旦ダメージ無効貫通、8ターン。一旦回復力激減のスキル使用負荷。回復激減はともかくとして、スキル使用負荷一ターンってほぼ意味ないよな。意味のないデメリットだな。まあ、でも8ターンでダメージ無効貫通のスキルが打てるってことで、これは優秀かなっていうふうに思いますね。はい。ちょっとここはよくわかんないけども。はい。次。あ、この子かわいいな。戦国なでこ。名前聞いたことあんな。回復の変身ぐらいになってますね。変身前がキー光、封印スキブ2個超え。キー回復陣の変身20ターンですよ。リーダースキルはいいかな。はい。で、変身すると回復神悪魔、極み、封印、木のコンボ3つ、7コン10コン、悪魔キラーバインド。なんかすごい強そうに見えるな。スキルが火を木、水を回復、一旦回復と木の攻撃 1.5 倍、3ターン。強えな。あ、しかもこれあれか。回復タイプ入ってるからアルバートのサブにも使えるし、回復力の上書きっていうのがね、なかったと思うんで、これサブにめちゃくちゃいいですね。いや、貴族性すげえ強くなりそうだな、こいつで。リーダースキル、木の全パラ 1.5 倍7コンボで半減、木の2コンボで12倍3コンボ加算。あ、これあれじゃね、なんだっけ、正月アルテミスの相方になりそうじゃない？結構可能性感じますね。いや、強いな、こいつ。欲しいな。ちょっと絶対確保したいですね。はい、武器の方が、神の貴族性、コンボ強化と毒二つ。スキルが、キー回復、お邪魔陣の、3ターン、木の攻撃力とドロップ、育ち感が3倍、14ターンですよ、という感じですね。うわぁ、欲しいな。ちょっとアニメ見たいな。ここまで強いとな、愛着が湧いちゃうからな。キャラクターのなんかそういう魅力とかもちょっと知りたいですね。はい、次、羽川翼バランスの変身キャラになってますね。変身前が光光封印スキブ2個超え、3ターン半減の変身20ターンですよ。で、変身するとバランス悪魔光闇封印7コン3つ光コンボ3つバインド。これもなかなか尖ってますね。で、スキルが一旦属性吸収無効の回復家から光を6個生成4ターンですよと。これも強いな。リダースキル、悲観全パラ 1.5 倍7コンボで半減、光2コンボで攻撃力12倍の固定500万ですね。アシスト進化すると、バランス光コンボ強化とお邪魔2つ。スキルが2ターンダメージ激減の2ターンエンハンス3倍14ターンですよと。これも強いですね。なるほど。次。推しの忍ぶ。悪魔回復、火闇。バインドスキブ3つ、封印指プラス無効感3つ超え、スキルが、両端を火に変換して一旦激減10ターンですよ。リーダースキルが悪魔の HP 攻撃が 2.5 倍、火の2コンボ6倍の3コンボ加算15倍出ますよと。超過性がスキブプラス7コン操作負荷な、スキブ5個ですね。はい。で、究極進化すると、悪魔回復、火光、バイドスキブプラス封印 L 字7コン2つ、火の、コンボ強化2つ。スキルは一緒、リーダースキルが悪魔の HP 攻撃 2.5 倍、火の2コンボで6倍固定100万。ということは、まあもうこれも完全にコンボ加算と固定ダメージなんで、これで組み合わせて使ってねって感じかな。回復力が終わっちゃうんですけれども、そこをなんとなくね、カバーしてあげればいいかなと。はい。武器の方が回復の火、火のコンボとくらみ2つ。スキルが2ターン、無効の2ターン防御0。ほー、いいね。23ターンですよという感じですね。強いなぁ。なんかここまでめちゃくちゃ強いなぁ。はい。で、こっから星6ですね。荒らぎ、カレン。攻撃回復、キー、火、
スキルプラス封印、木のコンボ強化7コン2つ、攻撃キラー3つ超え、スキルが一旦攻撃回復円破3倍、一旦、ダメージ激減10ターンですよ。リーダースキルは攻撃回復の、攻撃13倍、指小秒延長、HP 50% で半減3色で2コンボ加算ですよと。初夏戦がバインドの木のコンボとスキルプラスですね。はい。荒らぎ、月日、回復悪魔、日闇、バインドスキル、回復との強3つ雲、火と闇のコンボ強化。スキルが非域闇回復陣のバイタク戦法全開9ターンですよ。リーダースキルが3色で攻撃回復3倍、指小秒延長6コンボで半減の5倍、15倍出ますよと。指プラススキルプラス LG。はい。オッシのメメ。バランス光闇。バインドスキルプラス封印 LG、10コンボ、光コンボ強化、光ドルキを2つで超え。スキルが上1列を光にして4ターン軽減7ターンですよ。あ、これなんか2体編成すると強そう。はい。リーダースキルが光の HP 攻撃2倍、6コンボで9倍、闇を消すと2コンボ加算。ほう、なるほどね。指プラスとスキルプラスと、光コンボ強化ですね。はい。すごい髪型してんな。怪奇霊襲。バランス水闇。スキル封印2個、スキルプラス封印2個、水コンボ。小獣以下強化2つ、神キラー2つ。スキルが上1列水、下1列闇にして1ターンヘイスト10ターンですよ。リーダースキルが、ダンジョン潜入時でコインが 2.5 倍。久しぶりみたいなこのタイプのリーダースキル。で、水か闇をつなげると攻撃が14倍ですよと。スキルプラスと無効貫通と水コンボですね。はい。影縫い、よずる。これ男、女わかんないな。多分男かな。攻撃の闇キー、スキブプラス封印、指プラスガードブレイク、闇コンボ、7コンボ、悪魔キラー2つ。スキルが一旦落ち込んなしの闇の攻撃 2.5 倍、上1列、闇下1列をお邪魔に変化6ターンですよと。まあ、2.5 倍円発6ターンで取るのはなかなか強そうですね。リーダースキルが攻撃タイムの攻撃が5倍、5コンボで攻撃回復3倍、ドロップを5個つなげると固定50万15倍出ますよと。闇コンボ、バインド、スキブプラス。はい。なんかちょっと、イズンっぽいですね。なんかどっかで見たときなんかそう思ったんだよな。おののき、よつぎ、神攻撃、キー闇、バインド封印、スキルプラス、LG、木のコンボ、タイルキラー3つ超え。スキルが、木を7個生成の、ドロップ6、1ターン指1秒延長7ターンですよ。リーダースキルが、木の2コンボで2倍2コンボ加算、ドロップ LG 消しで半減7倍、10倍出ますよと。調整がスキブプラスと L 字と、木のコンボ強化。はい。あ、違う。ラスト、ガエン、イズコ。バランス、キー、光。スキブプラス、封印、追い打ち10コンボ、木のコンボ2つ、悪魔キラー、神キラー。で、スキルが、左をキー、右を回復に変化して、一旦ヘイスト7ターン。これ、あれですね。サビマコの木バージョンが来ましたね。はい。リーダースキルは木の HP 1.5 倍、攻撃4倍、指込みを延長、木の2コンボで攻撃回復3倍の固定50万、12倍出ますよと。超活性が神キラー、悪魔キラー、バインドっていう感じですね。強えな。シンプルに全員強えな。これはコンプしなきゃダメかな、という感じがしますね。やっぱ個人的にはこれかな。これがちょっとやばいなって感じがしてますね。無効感あれば最高だったけども、まあでも、この性能だったら十分採用圏内かなっていうふうに思いますね。うん。はい、っていう感じです。はい。進化情報、一応まあその出力のね、内容とかもあるんですけれども、まあそんなに変なやつはなさそうかな。今見たんでまあいいでしょう。はい。で、ガチャの詳細の方が、今回星8が1体と星7、星6っていう感じですね。で、石1個の、このパック120円があり、今回、羽川翼が確定で手に入りますよということみたいですね。羽川翼ってどの子？羽川翼。どれだ？これ？あ、違う。わかんねえ。どれだ？あ、これが、この子ね。この子が、確定パックで手に入りますよということですね。もうこの子もすげえ強いからね。勝手問題ないんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。で、星内以上確定もありますよと。2440円で買えますと。で、これはダンジョンの方で出るキャラクターですね。キスショットって書いてますけども。
はい。で、メダル集めがありますよと。で、一度きりの、チャレンジがあって、それをクリアすると、二次メダル2枚とガチャ1回回せますよ。で、3Y もありますよ。で、交換所の方で今回交換できるのは、この主人公のアダラギコヨミくんだけですね。で、あ、この怪異殺しキリスト、これも交換所なのか。なるほどね。星6悪魔、闇火、バインド、闇コンボ、7コン2個、2体攻撃2個、バランスキラー2個超え。スキルが、敵一体に50倍ブレスの、ダメージ分 HP 回復、消せないと覚醒無効全回復10ターン。あ、交換所で消せない覚醒回復手に入るのは結構いいですね。リーダースキルが闇2コンボで6倍固定50万、闇以外の L 字で半減の3倍ということで18倍出ますよと。まあ結構いいんじゃないかな。はい。で、交換できるのは今回星8のこの子だけですよと。残念。はい。っていう感じだと、この辺が交換できるよっていう感じかな。はい。で、なんかコラボ記念キャンペーンがあって、なんか特別小雑誌が当たるよみたいな。これはどうやって応募するんですか？抽選で100名。なるほど。応募期間。まあ、サイトの、ゲーム内でね、詳細があるみたいなんで、チェックしておきましょう。1月8日から開始ということですね。強えな。まあ、星7じゃないわ。石7個のガチャだから強いっていうことなのかな。まあ、鬼滅ほどのインパクトはないかなっていうふうに思うんだけども、全体的にやっぱり高水準になってるなっていう感じがするんで、そうですね。まあ、絶対持っとかないとダメっていう感じでもないんだけれども、まあそうだな。なんか火属性以外のモンスター、特に水と木かな。この辺がね、しっかり強化されたなっていう印象が強いですね。まあこの辺でバランスがだんだん取れていくのかなっていう感じがします。はい。そんな感じですね。年明け頑張っていきましょうということでね、よかったら皆さんの感想も聞かせてください。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。